ケタマカビは、小さな球形の小実体を作る、死脳菌である。土壌や糞などから広く発見されるが、穀類や繊維を汚染することがある。ケタマカビは、名前はカビであるものの、小実体を形成するので、立派なキノコである。むしろ分成子の形成があまり見られず、アナモルフが発達しないため、厳密には、カビではないとも言える。しかし、あまりに小さいので、 カビの名をもらっている。その子実体の表面から多数の長い史上突起を出し、毛玉のように見えるのが名前の由来である。学名もこれにちなんだもので、カイアルファータウイータはギリシア語で長い髪を意味する。故障としては、学名かな読みのケトミウムも使われる。菌糸は成長早く白いコロニーとなり、子実体をよく形成する。子実体は、 球形からやや縦長の卵型などで、気質表面に突き出して形成される。大きさは平0.1から0.3ミ、mm、リメートル程度だが、強く褐色から深緑に色づいていること、表面から多数の頂き毛という菌糸が突き出しているので、肉眼でも黒っぽい点々としてはっきり見える。小実体の上端には小さな穴が開いており、中の死脳胞子が成熟すると、ここから出てくる。 小実体の外壁からは、イタダキ毛と呼ばれる突起が多数出ている。これは、複数細胞の近視からなり、小実体の外一面から出るが、上の型のものが長い傾向がある。イタダキ毛は種によってその形が様々で、ほぼまっすぐなもの、若干枝分かれをするもの、多数の枝分かれをするものなどあるが、最も普通なのは、コイル状に巻いているものである。イタダキ毛の長さは、 小実体そのものより長いくらい。なお、このように、小実体表面、特に上端の口の周りは、いただき毛だらけなので、出てきた胞子は、いただき毛の中で団子になってしまう。ノウは、小実体の中の底面に集まって形成される。やや細長い単純な、袋状の構造で、ノウ胞子は8個、やや団子状にその中に入る。ノウ菌類の多くは、分生子によって、 よく無性生殖を行い、カビとしての姿を持っているものが多いが、この属ではほとんど知られておらず、わずかに数種について報告があるのみである。おおよそはフィアロ型である。自然界では土壌や動物の糞、それに植物遺体等からよく出現する。紙や繊維質が土に触れて湿った場所では、野外でも見ることができる。また、糞などを培養した場合に、 最もよく出現する死脳菌の一つでもある。培養にはごく一般的な培地で良いが、セルロースを含む培地でよく成長する。高いセルロース分解能を持つことが特徴である。また、そのために髪やパルプ、面などに発生することもある。小実体が休憩で上端に穴があるのは死脳核という型にあたる。この型の小実体を作るものは原則的には 各近衡に含めるのが古典的な体系である。そのためこれを各均衡玉壁メスフェリアレイスケ玉壁か系とミアッチとする説もある。しかし、この類の典型では、死脳は細長く、中に死脳胞子が一列に並ぶもので、この点が大きく異なる。死脳胞子が並ばずに、塊で死脳に入るのは、不正死脳菌類などに見られ、 より原始的な特徴とみなされている。このような点で特殊である上に、この類の分類体系には決定画がなかなかないこともあり、この菌をどこに分類するかについては、混乱があった。豆ヤや竹目ザイロリアレイス、メラノスポラメマランスプラルズ、フンタマカビメソードリアレイスに含める説、独立のケタマカビメケイトメイルズを認める説などが、 あったが、遺伝子情報からふんたまかび目に含めるのが順当との判断が出ている。非常に種類が多く、180種以上が知られている。最も普通なのは、ケイトミアムグロボスサムである。セルロース分解能が高いため、髪や綿製品にも出現することがあり、紙の汚染源の代表的なものである。紙にシミを生じたり、時に深刻な被害を与える。その点では、 トリコデルマと並び警戒されるものである。ジス規格の防火備材非試験金に C グロボスサムの株が指定されている。ありがとうございます。